どうもこんにちは。プレシアの木島です。本日は婚活でモテるおじさんとモテないおじさんの決定的な違いというテーマでお話ししていきます。人によってね、おじさんって思う年代が違うと思いますので、まあ、今からお話しする中のおじさんっていうのは40代男性とさせてください。そして、モテる場所っていうのは婚活の場に限定させていただきます。この2つを前提に今からモテるおじさんとモテないおじさんの違いをお話ししていきます。まずね、モテないおじさんって同性のあなたから見ても不潔だったり、 一緒に歩きたくないなとかね、一緒にいて恥ずかしいなって思う人なんですよ。例えば、髪が飲み放題でボサボサとかね、白髪混じりで髪の毛がセットされてないとか、服の袖とか裾がダボダボで体のサイズに合っていない、子供がお父さんの服を着ているようなサイズ感の服を着ている人とかね、鼻毛が出ている男性とか、これね、嘘のように思いますが、40代過ぎの男性とお見合いをした女性から、今日会った男性、鼻毛が出てたんですっていう報告を受ける頻度ってめちゃ高いですからね、気をつけて くださいそして職業的なものであれば仕方ない気もするんですが、まあ、爪の中が黒いとか、まあ、爪が汚いとかね、あと靴の手入れがされてなくて汚れている人とか、まあ、こういった見た目をされている男性っていうのは、待ち合わせ場所で女性と会った瞬間、好感を持ってもらうことはまずできません。外見ではなく中身を見てほしいっていう男性ほどね、外見がだらしなかったり不潔と思われるような格好をしているので、中身を見てほしいんだったらね、まずは外見から意識する必要があります。 むしろね、中身が外見に滲み出るとも言いますので、そういう意味でも見た目を気にする。そして、必要最低限、相手が不快に思わない身だしなみをしていくっていうのは、中身うんぬんの前にね、大人としてのマナーかなと感じます。そこを気にしていなかったりできていない人は、その外見を見て、あ、この人はマナーのない人だなって女性から勝手に決めつけられてしまいますよ。あなたもね、逆の立場になって考えれば、とてもよくわかると思うんですが、待ち合わせ場所にね、なんか鳥の 乗っけたたたよううな髪型をした女性がいいらどう思いますかここで鳥を育てているのかななんて微笑ましい気持ちにはなんなくて汚い頭だなーとか臭そうって反射的に感じてしまうことでしょうそのように頭では考えずに反射的に体がその人に近づくのを拒否しようとするんですよそうなってしまえば相手を好きになったりとかいや外見は残念だけどこの人の中身をもっと知りたいななんていう気持ちは湧いてこないはずですよそれぐらい見た目は大切でありたたったそれだけで あなたという人を勝手に判断される材料になっているっていうことです。そのためね、見た目に気を使っていない人っていうのは、相手への思いやりにかけて、会った瞬間、女性からうわっ 思われてしまう対象になってしまうので当然モテません反対にモテる男性モテるおじさんはね先ほどの男性と真逆のことをしていますよ自分の印象は第一印象でほとんど決められてしまうっていうことを理解しているのでいつも以上に見た目に気を使いますお見合い前にはね美容院に行って髪の毛を切ってもらったりとかお見合い当日はワックスをつけて髪の毛をきちんとセットしたりねもちろん靴もしっかり磨いて着ていく服もアイロンピシッとかけてシワ一つなく 清潔感にあふれています。 これを聞いてピンと来た人はね、素晴らしいなって思うんですが、婚活で大切なのって、本番で頑張るんじゃなくって、本番までにどれだけ用意周到に準備できているかなんですよね。できる準備は全てして本番に臨めば、たとえね、緊張してガチガチになったとしても、とりあえず第一印象が良ければ、女性からはよくわかんなかったからもう一回会ってみてもいいかなって思ってもらえます。それぐらい最初に印象づけるあなたのイメージは非常に強力で、それを大きくひっくり返 返すにはよでね、あの、心理学で初等効果と親近効果っていうものがあるんですが、まあ、初等効果はその名の通り、最初に示された特性が相手の記憶とか印象に残りやすく、後の評価に大きな影響を与えるっていう心理効果なんですよね。簡単に言えば第一印象が大切よっていうことです。じゃあ、親近効果は何かっていうと、最後に示された特性が相手の記憶や印象に残りやすく、後の判断に大きな影響を与え 与えるっていう心理効果なんですよね要は最後の印象を良くした方がいいわよっていうことなんですよここで皆さんが思う疑問それはえ最初と最後の印象どっちを良くした方がいいのっていうことだと思うんですがこれってね別にどっちかが最も重要っていうことではなく ここでの正解は、どっちも重要っていうことなんですよ。人は最初と最後の記憶が残りやすいっていう特性を持ってるので、逆を言えばね、人は真ん中の記憶は残りにくい特性があるので、もしね、あなたが女性との会話が苦手だったとしても、最初と最後の印象をさえ良くすれば、次につなげるチャンスが巡ってくるっていうことなんですよ。最初の印象は先ほどお伝えしたように、身だし並みが重要になります。じゃあ、最後の印象を良くするにはどうしたらいいのか って言えば、まあ、お見合いやデートのの別れ際に笑顔でで今日はすすごごく楽ししかったたありがととうございましたと感謝の気持ちを伝えてさよならすすることですお見合いなんであれば、貴重な時間をありがとうございました。会っていただけてとっても嬉しかったです。これね、感謝の気持ちなので、よければ受け取ってくださいと言って、ちょっとした手土産を用意するとかね。これだけで確実にあなたの最後の印象は良くなります。ここでモテないおじさんがやっているミスを一つ紹介したいと思います。それは、その手土産に、 家の匂いいいが染みててしまっているケースですね。事前準備として早めにその手土産を買うこと自体とても素晴らしいことなんですが数時間ね自宅に置いておくとあなたの家の匂いが染みついちゃうんですよねタバコを吸っている人なんだったらタバコの匂いが確実にその手土産に染みついちゃいますし他にね生活習のようなものも染みついてしまいますそうなるとねせっかく良かれと思って購入した手土産が足を引っ張ってしまうことにもなっちゃいますそうならないために 無難なのはお土産に行く途中でその手土産を購入することです。まあ、そうすれば匂、ね、いの心配はまずないですし、袋が、ね、こうぐちゃぐちゃってなることも防げるので、一番いい状態で女性に渡すことができます。さらに上級者の方がやっているのは、まあ、自分がいつもつけている香水を手土産にもこうふわっとくぐらせることなんですよね。まあ、あまりこうお土産に近づけてシュッてやっちゃうと、悪いシミみたいなものがついてしまうので、空気中に香水をふっと振りかけて、 で、その下をふわっとね、くぐらせるぐらいでちょうどいいと思います。このように手土産を渡すって言っても、工夫次第でさらにいい印象を相手に植え付けることが可能なんですよね。こういった細かい部分で地道にポイントを稼いでいくことも婚活では大切になります。もちろんね、自分に自信のある方なんであれば、いやいやそんな小手先テクニックを使わずに真っ向勝負しますっていうことでもいいと思います。ただ、今この婚活動画を見ていただいてるっていうことは、婚活に苦戦しているんじゃないでしょうか。 それなら真っ向勝負ではなくって、こういった細かいことを刻んでね、ライバルから徐々にこう差をつけることもありなんじゃないかなと思いますよ。でさらに、モテないおじさんがやってしまっているミスは、余裕のなさを前面に出してしまっていることなんですよねで。年齢を重ねた男性の良さって何と言っても余裕なんですよ。若者にはない、何十年も人生を経験して、ある意味こう悟っているようなね、何とも言えないあの落ち着いた雰囲気だと思います。でそれなのに40代になっても、 なお気持ちに余裕がなくってこういつもねせかせかしていたりとか落ち着きのない人だと女性はそのおじさんを選ぶ理由がなくなっちゃうんですよね。 例えば、関東あたりだと、お見合いで利用するロビーラウンジがね、予約できるっていうホテルがあんまりなくって、30分前にだいたい男性は席を確保するために早めに出向くんですが、ラウンジがね、その日に限って臨時休業だったっていうことも稀にあったりします。でこの時モテないおじさんの典型的な例は、なんかもう一人ですっごいパニックになっちゃって、すぐにね、自分の担当カウンセラーへこうやって連絡しちゃうんですよね。で、それも臨時休業になってて、どうしたらいいですか僕はっていう感じでカウンセラー さに丸投げすす。るような電話をししてたりしますもちろんねそのカウンセラーがその周辺に詳しいんであれば聞くのもありなんですけど隣でね女性がその一部指示を見ていたらなんかちょっと残念だなって思われてしまいますよなぜならその姿ってね何かあった時は自分で何とかするんじゃなくって他人にすぐに頼ってしまう人っていう印象を植え付けてしまうからですもちろんこの時だけ他人に頼ったっていうこともあると思うんですが女性の隣でそういうことをしてしまう まと女性の頭の頭中にはあ,あなたという人は何かあった時にすぐに他人に頼ってしまう人なんだなっていうのをね勝手にインプットされるので非常にいい印象を与えにくいんですよ。で、反対にモテるおじさんっていうのはこういう非常事態の時ほど一味違った行動をとるんですよね。で、ラウンジが臨時休業になっていたりとか営業時間が短縮していて入れなかったとしても余裕のある感じで臨機応変に対応してくれます。先日もあったんですけど、今のこのご時世ね、お店が休業て に閉店してしてまったりととか臨時休業になるることもあるんですよだから、女性との待ち合わせ場所周辺をね、事前にリサーチしておいて、お見合いに適したお店を2、3個ピックアップされていたそうなんですよ。そして、お店の営業時間が短縮していて入れなくても、その男性は焦ることなく、じゃあもう一つのお店に行きましょうかと言ってね、まあ、その女性をスムーズに案内してくれたんだそうです。こういったことって、まあ、めったに起きないとは思うんですけど、ハプニングがが起ききた時こそ冷静にに対処ができてスムーズに案内 してててくれるる人っていうののはともも魅力的に見えるものなんですよね結局これも先ほど伝えた事前準備に他なりません。ハプニングが起きた時にだけね、なんかこう、天から特別な力を授けられて乗り越えられるものではないんですよ。全ては事前準備がどれだけできているか、それに尽きます。持てない男性はね、目の前のことに精一杯なため、もしお店が開いていなかったら、席に座れなかったらっていうところまで想像することができないんですね。そのため急に目の前に降ってきたハプニングに慌てて しまってあたふたしてしまいます20代男性なんだったらねまだ可愛いなって女性から思ってもらえるかもしれないんですがさすがにね40代男性であれば女性の目も厳しくなっちゃって可愛いなとは思ってもらえないかなと思いますもう一度言いますが40代男性が20代男性に勝てるものは人生経験ですからねこれはどんな40代男性も武器にすることができるので年下女性とデートをするんであればその大人の余裕を前面に出すことが大 説になります。間違ってもね女性から返信が来ていないのに LINE をかぶせて送りまくったりとかデート中店員さんにクレームを入れないようにお気を付けください。このように同じ40代男性でもモテる人、モテない人に大きく分かれてしまいます。40代男性でモテる男性は何か大きな武器を一つ持っているっていうことじゃなくって事前準備を徹底的にやってたりお土産一つ渡すにしてもね非常に細かい工夫をしているんですよってお話になりました。まあ、細かいことをしたって意味が ないとかね女性は気づかないって思っているかもしれないんですが結局婚活で成功するためにはその細かいことの積み重ねが必要なんじゃないかなって私は感じますお見合いやデートの時だけうまくやろうと思ってもそんな器用な人はいませんからね全ては事前準備そして日常生活でできていることしか婚活の場でもできないということですということでこのチャンネルでは婚活にも仕事にも活用できるお話をしておりますのでどちらも成功させたいって思う方はぜひ今のうちにチャンネル登録お願いします それではありがとうございました。